オーラブルアルナルズオーラブルアルナルズはアイスランドの作曲家、演奏家。主なジャンルはポストクラシカル。大レイキャビーク地方のモスフェットルスワイルに生まれた。日本語ではオラフレアルナルズなどとも表記する。アルナルズは以前ハードコアバンド、メタルバンドに所属し、ファイティングシットやセレスティンなどのドラムを担当した。彼はまた彼の友人サーアーのソロプロジェクト、 マイサマーズ・ア・サルベーション・ソルジャーにバンジョーやギター、ピアノで参加していた。2004年にはドイツのメタルバンド、ヘブン・シャルバーンの一つのイントロと二つのアウトロの作曲をした。そして2007年10月、アルナルズの初のソロアルバム、ユーラジー・フォー・エボリューションが発売された。続いて2008年に EP としてバリエーションズ・オブ・スタティックが発表された。同じ年に、 アルナルズは、同じアイスランドのバンド、シガー・ロスとライブツアーに出た。ロンドンのバービカン・ホールでの公演は売り切れたと伝えられる。2009年4月、彼は7日続けて曲を発表するということもしている。発表された曲はそれぞれ即興で24時間のうちに作曲され、foundsongs.erasedtaepes.com で公開された。 これらの曲は、ファウンドソングズとしてまとめられ、高音質で CD でも発売された。アルナルズは、舞踏家、ウェイン・マクレガーに音楽を提供し、その曲集は2009年、リアード1909として発売された。2010年、2枚目のアルバムとなる、アンド・ゼー・ d ブ・エスケープ・ド・ザ・ウェイ d オブ・ダークネスを世に送り出した。ありがとうございます。